皆様に癒しを JCC ラジオ。皆様こんにちは、 JC&CJ 担当ギターの牧野由紀子です。はい、真ん中の C 担当オルガンの小林沙織です。はい、最後の C 担当ドラムの沢井春奈です。はい、やってまいりました。この番組は JC&C がどこまでもゆるくゆるくゆるく喋り続けるなんちゃってトーク番組です。さて、今回初回のメインパーソナリティを務めさせていただきますのは、自称ポンコツ、小林沙織です。いやいや、初の試み、面白いですね。ね、ね、おもろい。ね、家にいても喋れるこの落ち着く感じ、最高ですな。最高ですね。最高です。ってことでね、お二人お家にいること、まあ、最近ね、自粛のあれで多いと思うんですけども、何してありますか、はい、家でこれね、一回撮ってるんで、うん、もう答え知ってるっていう。そうそうそう笑笑ってもゆるいな、それ言ったら工作語感がすごいよな。うん、まあそれそうそう、まあね、タイムラグがね、あったのでね、うん、そうそうね、仕方ないね。切り替えて撮ったんですけど、結果一緒やったっていうね一応まあ言っときましょうかね、はい、ね、そうそう、そうですね、苦労して撮りましたということで私は家にいてね、マジですることないんで、うん、とりあえずモモの散歩を1時間ぐらい行って、はい、ああ結構するんですね。結構行く、うん、でギター弾いて、うん、ゴロゴロして、うんまあ何回聞いてもおもろいですね。いや、いいね、癒しですわ。そうやね、私も、うん、何もすること、家で練習できひんからよ、うんうん、ドラムはね、ドラムってね、うん、そうそう、基礎練ぐらいしかできないんですよ、うん、とか、だからまあご飯ばっか作ってるよね何作りました、ちなみに。何作ったかな、カレーはマストで。カレーはやっぱ作るんやね。マストですよ、やっぱ。カリーの名を語らないとあかんからな。そう、でも、やっぱね、カロリーがお化けなんで、ちょっとね、飯食いすぎて太ってきて最近。まあね、頑張って痩せたら食べちゃう。痩せたのにね。やばいんよ。あかんねん。なんで、ウォーキングぐらいやったら行ってもいいかなって思ってます。モモの散歩行きや。ではそれはご近所物語いいな。はい、サオギンは？私はね、まあ、基本的には弾いてるんですけど、うんうん、息抜きでね、ちょっとワンピースを見てるんですよ。あ、ええー、ちょっとね、ハマったら止まらなくなりそう。まあ、ハマってるんですけど、 あかんよな、泣けるよな。そう、あ、でもね、泣いたことはない。うそやん、なんでな、なんでやろ、私ドライなんかなえ、どこまで見て。ね、今ドフラミンゴが出てきて、あ、ドレスローザーかな、はいはい、のとこまで来ました。まあまあ言ってんな。あれでも泣かへん、なんか泣くようなことなの。あるあるある。まあね、ツボは、うん、分かるんやけど、まあいいやポンコツですから、どうせ私は関係ないよ関係ない関係ない。はい、まあね、そんな感じで3人ともおうち時間、まあまあそれぞれ援助してるということですけれども、はい、まあ、初回、はい、JCC ラジオということで始めさせてもらいましたが、これ名前をですね、はい、もうちょっとこう凝ったものにしたいと思ってるんですよ。そうやないやね、あまりにもね、あまりにもやね原稿作ったけど、原稿、うん、JCC ラジオカリカリって書いてるからラジオひらがなやしね、うん、いや可愛いかなって、可愛い可愛いってことでね、はい、まあ、JCC のその曲名をこうお客さんから募集したりすることも今までありましたので、はい、このラジオの名前もせっかくなら、お、このラジオのリスナーの皆様から募集してみてはどうかと。よき、なんかいいやつを採用、ね、そうそう、うんうん、センスいいやつ、
そうそう、ください。点数でやつを待ってます、ね、はい、まあ、それぞれ次回ご紹介してみてもいいですしね。そうですね、うん、ね、センスええやつなかったら採用できひん。あ、そう。不採用もあり。基本が採用されないセンス。わがままやな。ほんまわがままやな。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。聞いたけど使うとは言ってない。とりあえず聞く。まあね、ということで、それ。我々毎日更新ブログということで、ツイッターの方に主にシェアしてるアメブロのコメント欄が、はい、もしくはそれをシェアしているツイッターの、なんていうんですかね、リプのところにコメントして残していっていただけたらと思っております。はい、はい、ということで、はい、皆様ぜひ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 よろしくお願いします。お願いします。はい、でですね、まあ、先日下手くそ、まあ、いいね、なんか手作り感がいいよね。素人感がいいよな。いや、もう本当に恥ずかしい。じゃないですか。ちょっと頑張りますね、ということでね、先日4月5日に、神戸シアタージャジーでレコ発のリリースライブありましたが、はい、はい、いや、まあ、ありがとうございました、ね、ありがとうございました。はい、本当に、まあ、見事に、ね、MC グダグダ感を発揮してもらいましたけど、いやいやいや、よかったよ。あ、本当ですか。神がかってたけど、神やったんじゃなあ。いや、神とポンコツはあれですよ、もう神一重というか一緒というか一緒やったな。良きでした。笑った笑った笑った、ね、まあ、笑ってもらえるのは幸せなんですけど。まあね、でもちょっと今回まあ、意識的にそのロック系の曲を多くしたりだとか、はいはい、まあ、割とほっこりなライブも多かったと思うので、ちょっとそういう作戦で行ってみたんですけど、ロック調で良かったですっていうね、コメントもいただけたりして、私としては2人のロックが聞けて良かったなと思ってるんですけど、ただ私が聞きたいっていう。だってかっこいいの、って感じなんですけど、はい、なんかお二人、はい、まあ、私が組ませてもらったセトリでしたが、なんか印象的やった曲とか音とかありますか？ちょっと待って、セトリもう一回確認するわ。セトリ、ね、そうしよう。私も出しますね。セトリ出しますね。送ったらいいのか。そうかな。ああ、でも、あ、そうやな。結構前やな。あ、そうそう。よいしょ。あ、見れそうだ。見れた。あ、撮りました。早っ。あ、いけてたよ。普通にサオリンがくれたセトリを見てる。あ、なるほどね。紙の方出ました。私も、あ、紙、紙残してくれてるんですか、あれ。いや、もう残してるよ、私も。永久保存やで。そうそう、おしめ、それダイモンさんメモ帳ね。なくしちゃうけど、結局なくしちゃうままやろ。ないんですよ、そう。多分シアタージャジーのお店の中に落ちてるんですけど。出ました。はい、ありがとうございます。まあね、CD の中からで言うと、自分の作ったまだっていう曲のみちょっとやってないんですけどね。うんうんうん、なんでやらなかったんですか、これ。うん、これね、いや、最初入れてたんですけど、お二人の組んでくれはったセトリを見て、入ってなかった曲が、まあ、CD の収録曲ではないんですけど、入ってなかった曲があったんで、入れ替えようかなと思って。そう。こっちにずっとね、入れ替えたんです。だってリハなんかまだやるって言ってなかった。あれ言ってましたっけ、私。え、だったっけ。なんかやっぱりまだにしますみたいな。あ、マジか。マジか。いや、私あんま覚えてないわ。やばい、記憶喪失や。で、ゾーン分けしたやんか、リハ。ね、3人ともやる1軍ゾーンと。2回やる2軍ゾーンと、
うん、1回しかやらへん1軍ゾーンとで分けたんですけど、うん、私は3軍ゾーンで、はいはい、2軍ゾーンに入ってたもん。あ、ほんまですか。まだ、うん、あ、だってやったもんな。ほんまやな。うん、ほんまや。まあいいか。うん、まあいいか。まだは幻の幻の。だってね、延期と中止になってしまったんで、いや、ほんまや、幻の曲になってしまいました ね、 ね、いつか今度 ね、 ね、まあ、披露はしてるのでね、そのリリースを初披露ってことです。そうですね、はい、まあ、またかん、はい、うんうん、印象に残った曲ね、うん、まあ、でもなんて言うんだろう、その曲というよりもなんか全体的な感じで、そのやっぱり録音を得てからライブするっていうのはでかいですね。なんか、うん、でかい。それはでかい、うん、もちろんそのシアタージェジのあの音響というかね、そのアンプの良さとかそういうのも相まってだと思うんですけど、うんうんうん、分厚くなったような気がしました、私は。そう思った、うん、思った。なんかそれはだってあのリハの時点でもね、思いましたもんね。そう、全然違いましたもんね。そう、サオリンの曲じゃないけど、サオリンの日にはやらんかったけどやる予定やった曲、うんうんうん、セトリは言ってもいいんかな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、いいか、いいかい、やろ。さらけ出していきましょう。あのファーストで収録したね、うん、星、はい、あ、降る夜に、うんうん、あれがなんかもう全然リハはサウンドちゃうかったもんね。ね、びっくりした。本当にびっくりやったね、うん、何にも話せさずにいきなりやったのに ね、 ね、完成度高みたいな、うん、うん、なんか全然ちゃうかったよ ね、 ね、あれこんな曲やったっけ。そう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 、そう、もうだって私弾いててニヤニヤしちゃいましたもん。でもスッキンとなった。ね、そう、そうリハもあって本番もやっぱり、まあ、若干緊張した感じはあったけど、うんうんうん、全員ね、うんうん、最初とかちょっと緊張してました。最初ね、フローちょっと緊張したよ。あ、そうやな。けどなんか割とロック系の曲は、うん、おりゃいったねみたいな、わかる、なんか振り切っとったよね、うんうん、振り切ったね、わ、うん、かるわかる、まとまってたし、うん、だから音量多分めっちゃ出てるけど、うん、自分らもうるさいと思わんかったし、うんうん、まあ、外は知らんけど外そうそう、あのもうお任せ、うんうん、お任せ、はい、なんかすっごいロックやけどめっちゃ演奏しやすかった、うん、私も、うん、同じく、ね、うんうん、まあ、いい感じですね。うわ、よかったですな。残念やね、だから。あ、そうやね、そうなんですよ ね、 ね、リベンジ編を、はい、ぜひぜひぜひやりたい、考えましょう。リベンジ編言ってもだいぶ先になるやんか、うん、そうだね、その間になんかもおもろいことをめっちゃしたい。そうやね、ね、うん、まあ、このラジオちょっとしばらく続けましょうよ。うん、頑張ろう。定期的に2人と話さないとマジで死にそう。うん、いつでもやるで。いや、いつビデオ数は。うん、いつでもモモ召喚するよ。最高。ということでありがとうございます。4月5日のレコ発のお話、はい、まあ、あの残念ながらね、あのちょっと状況もあれなのでお越しいただけなかった方も多いと思いますので、ちょっとお話を届けしてきました。はい、はい、ということで、あ、今ねちょうど14分。おー、すごい、ちょっといいね、ちょうどいいんじゃないですかね。ということでね、あの皆さんぜひぜひ、タイトルお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。日本が最強が、ということで、まあ、絶妙な間をまた生み出してしまいましたが、そろそろお時間になりました。ぜひね、あの、まあ、そのタイトルだけではなくて、あの感想とかリクエストとか、あの、まあ、3人で話してほしいトークテーマなどなどあればメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、第1回 JCC ラジオかっこ仮、お相手は小林沙織と秋野由紀子と沢井春菜でした。 JCC ラジオ次回もお楽しみに。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。
ントリオ JC&C セカンドアルバム「カラーズ」好評発売中。